こんにちは、青井彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、こちらに映っております、日本でですね発行されている100円金貨についてですね、話をしていきたいなというふうに思います。主にサムネとかですね、タイトルにもある通り、なんでこの100円金貨を私がコツコツ買っているのかというところですね、主に紹介をさせていただこうかなと思います。それでは早速本題の方に移っていこうと思うんですけども、そもそもですね、少し前にアメリカのシリコンバレー銀行とかですね、他の銀行も破綻して、でスイスの方でも銀行が潰れるかもしれませんみたいな話があってから、金とか銀、そう他のですね貴金属が、高騰してまして、私が銀を買い始めたのはだいたい3月の初旬とかですね、になるんですけども、その頃から比べると銀は当初100円まあいかないぐらいですかね、100円とか90円ぐらいだったんですが、今足元110円ぐらいまで上がってまして、約1割以上ですかね、価格が上昇しているという中で、もともと僕はですね、こういった、地金型コインというかですね、モダンコインというですね、この1オンス銀貨を買ってたんですけども、これもですね、みるみるうちに価格が上昇してしまってですね、毎月買い続けてはいるんですけども、どうでしょう、やっぱりこう高くなったなみたいな形の中で、もう少し安く、金貨を仕入れることができないかなということで、目をつけたのがですね、今日紹介するこちらの100円銀貨になります。で、100円金貨っていうやつはですね、日本で発行されているのが大きく3種類ありまして、簡単に紹介していくとですね、まずこちらはですね、鳳凰100円金貨ということで、こっちに鳳凰が書かれているんですけども、で、裏がですね、ここが旭日にをですね、囲む王冠で、桜ですよね、というデザインになってまして、これが、一番最初に発行されたですね、日本の100円金貨になります。で、発行がですね、実は1957年と58年の2年間だけ発行されているというものになって、期間的に言うと短いものになります。これが1つ目ですね。で、2つ目がですね、こちら、一番発行枚数が多いんですけども、稲100円金貨ということで、こちらの子にですね、稲の、デザインが施されているものになってまして、こちらはですね、1959年から1966年、約7年間ですね、発行されているということで、100円金貨の中では一番、発行枚数が多いものになります。で、あともう1種類がですね、実は1年間だけ限定的にですね、要は発行されたもので、前回の東京オリンピックですね、1964年、昭和39年だけですね、限定で発行された、こういった、東京オリンピック記念100円銀貨というものになります。はい、ということで、これがですね、日本で発行されている銀を含む100円銀貨の3種類になります。で、簡単にですね、重さとかをちょっと話をしていこうと思うんですが、まず両面、要は重量ですね、これは 4.8g なんですけども、そのうちに含まれている品位というものなんですけども、銀が大体 60%、銅が 30%、亜鉛が 10% というような構成になってまして、銀をですね、60% なので、4.8g とかけると、2.88g 実は銀が、含まれているというものになります。で、今足元ですね、大体110円っていうのがですね、田中貴金属とかでの相場になるんですけども、それをかけると大体310円ぐらいの、銀のですね、評価になるというものになります。そういう意味でですね、私が買っているその大きな理由が、こういったモダンコインっていうのがですね、31.1g の銀が含まれていまして、それにですね、110円かけると大体3300円とか、それぐらいの金額になるんですけども、でも価格はですね、これ4000円とか5000円ぐらいするんですよ。なので、購入価格5000円に対して、銀の評価額3000数百円なんですが、実はですね、こっちのですね、ものはですね、銀の評価額300円に対して、実際購入するときの価格、ヤフオクとかですね、メルカリとかでは250円とかですね、280円とか、その銀の評価額よりも安く買えるということで、非常にですね、その、銀の評価額よりも低いお金で銀を買えてるという意味でですね、非常にコスパがいいということで、僕はですね、これを買ってるという形になります。それが大きな、メリットですね。銀を買いたいっていう時に、その銀の評価額よりも安いお金で手に入るっていうところになります。
じゃあなんか問題があるんじゃないのかと、なんでそんな安く売ってんだっていう話だと思うんですけども、それはですね、実はこの100円銀貨、実際の今足元ですね、あのコンビニとかで使おうと思ったら実は使えるんですね、実はですね。そういう意味であの法定通貨というものになってまして、法律の縛りを受けてます。なので、実はこれを溶かして銀をだけをですね、抽出するっていうことが法律で禁止されていて、それをやるとですね、犯罪になるというような状況になっているので、まあ、どうしてもこう銀だけを取り出したいみたいな人からすると、まあ、これはもう向いてないんですね、購入するのには。どうしても犯罪になってしまうので。まあ、そういったところがあってですね、非常に、まあ、流通性が悪いというのもあったり、あとはやっぱり価格に反映する意味ではですね、やっぱり希少性とか、まあ、需給の問題が出てくるんですけども、どうしてもその法定通貨で溶かしちゃいけない、いつぶしちゃいけないので、発行枚数がそのまま残ってしまっているので、どうしてもですね、希少性があんまりこう高くないということもあって、まあ、いつでも誰でも買えるということと、まあ、100円の実際額面なので、まあ、200円とかで売れりゃいいやっていう人たちもいて、まあ、そういうところでですね、安く売られてるっていうこともあったりします。なので、まあ、そういう意味ではですね、今、まあ、300円の額の評価額で、まあ、2、300円で買えるんであれば、まあ、コツコツ僕は買っていきたいなと。まあ、いずれ例えば銀の価格が、まあ、2倍になるってことはどうかは分からないかもしれませんけど、まあ、その時は、まあ、やっぱり銀の評価額に合わせてですね、多分この価格も上がっていく可能性があるということもあって、まあ、安いうちに、今のうちにちょっとですね、コツコツ、まあ100まあ、10枚とか20枚単位ぐらいでですね、買っていきたいなというふうに思っております。はい。まあ、これがですね、まあ、簡単に僕が買ってる理由と、まあ、デメリットの話になります。で、実際じゃあ買うときどうすればいいのかとかですね、売るときのポイントも少し話をしていこうと思うんですけども、まず注意してほしいのがですね、まあ、先ほども言った通り、日本で発行されている銀貨っていうのは、まあ、この3種類だけなんですね。このオリンピックと、イネ100円銀貨、鳳凰100円銀貨なんですけど、特にその記念100円硬貨っていうのはいろいろ出てます。100円はですね、この3種類しかないんです。なので、時々ですね、こういうのに混ぜて、メルカリとかでですね、違う、記念発行の100円硬貨、それ白銅貨、銀含んでないやつとかも一緒にセットで安く売ってる人たちがいたりとかするので、まあ、そういう時はまず気をつけてください。まずこの3種類以外には銀は含まれてませんので、ちゃんとこれで構成されているかどうかっていうのを確認いただくっていうところが一つのポイントになります。まあ、そこに注意していただいてですね、価格1枚あたり250円から270、80円ぐらいで買えるんであればですね、まあ、それはお得になるんじゃないかなというふうに思います。で、あと実際売るときなんですけども、これ注意ポイントで、実際例えば、まあね、こういうのを家に、例えばおじいさんとかお父さんが、貯金していたやつで、貯金箱に入ってましたみたいな形になるかもしれないんですけども、仮にですね、こういうのを売るときどうやって売った方がいいかという話なんですが、例えばですね、そういった貴金属の買い取り屋さんとか骨董品屋さんに持っていくと、これ、まあ、100円なんですね、額面100円なんで、まあ、150円ぐらいで買い取りますわみたいなところですね、ちょっと額面よりも高く買い取るみたいなところが多いんですよ。でも実際は150円とかで、買い取られると非常に損でして、それであればですね、少しちょっと面倒なんですけども、ヤフオクとかでですね、250円とか270、80円で、売り出せばですね、買い手がすぐつきますので、まあ、結構量がある方はですね、そういう価格で売ると、まあ、手数料とか輸送賃で差し引いたとしてもですね、少なくとも200、30円ぐらいでは売れるはずなので、それであればそういった骨董品屋さん持ってて150円とか120、30円で買い取られるよりはですね、非常に売るときに効率がいいかなというふうに思いますので、まず買うときはですね、まあ、銀をちゃんと含んでいるものかどうかっていうのを確認していただいて、で売るときはですね、そういったちょっと面倒だけどもヤフオクとかメルカリというちょっと少しだけ価格が乗せられるところで、まあ、売るっていうのを一つ、ポイントになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、この1ヶ月間ぐらいで今ここにある、まあ、100枚以上ぐらいですね、私今、集めているんですけども、まあ、これからもですね、まだまだ多分銀の価格っていうのがちょっとどうなっていくかわからないんですが、まあ、その価格に応じてですね、まあ、例えば200円台とかで買えるんであれば、どん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 、コツコツですね、まあ、本当1000円とか2000円ぐらい、安く買えますので、何十枚かですね、そういったやり方で増やしていきたいなというふうに思っております。はい、ということですね、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。